そんな動画信じてないよ。中国による批判が続いている処理水海洋放出問題については皆さんもご存知のことと思います。政府による禁輸措置、また政府の先導に乗った国民による日本への嫌がらせ電話、投石行為、不買運動、中にはフェイク動画を拡散して海外に呼びかけるネットユーザーもいるようです。そんな中、この度登場したのは安倍元首相の銃撃事件を揶揄した寸劇の動画でした。世界中に衝撃が走った事件を揶揄した寸劇とはどのようなものだったのか、また相も変わらず日本批判を繰り広げる中国に対する海外の反応とは、どうぞ最後までご覧ください。1、中国メディアが日本を笑い者に。ことあるごとに繰り返される中国による日本批判。中国では1949年に共産党の統治が始まって以来、反日感情の高まりが周期的に繰り返されています。2012年、それまで日本人の私有地であった尖閣諸島を日本政府が国有化すると、それをきっかけに反日ムードが高まり、最近では福島第一原発の処理水海洋放出について連日日本批判が繰り返されています。2014年、 BBC が行った世論調査によると、日本が嫌いだと答えた中国人は過去最高の 90% にも上ったそうです。事実を無視してメディアを統制してまで庶民の怒りに火をつける中国政府の卑劣なやり方。こちらのチャンネルをご覧の皆様の中にはうんざりしている方も多いのではないでしょうか。そしてこの度、日本の皆さんにとっては背を向けたくなるような不愉快な出来事が起こりました。そしてそれを動画に収めたものが中国の SNS で拡散され、波紋を広げているようです。その不愉快な出来事というのは、安倍元首相が倒れた事件を揶揄して日本を非難する寸劇です。一人の政治家の不幸を笑い物にするような寸劇。果たしてそれはどんなものだったのでしょうか。この後見ていきましょう。2、日本を笑い物にする不愉快な寸劇。中国の SNS で拡散された動画は、山東省にある高校の運動会で撮影されたとみられています。高校の運動会でこのようなテーマを取り上げるなんて、何かの意図があるように思えませんか。生徒自身がこういったことを寸劇の題材にするだなんて、日本では少し考えづらいことですよね。動画は中央に置かれた椅子の両隣に黒い T シャツ、サングラス姿の生徒2人がスタンバイするといった様子から始まっていました。そこへ拍手と笑い声で迎えられた黒いスーツ姿の人物が登場します。おそらく高校生でしょう。彼らは顔にお面をつけています。どうやらそのモチーフは故安倍晋三元首相のようです。お面をつけた人物、安倍元首相が何やらスピーチを開始しました。日本語を真似たデタラメな演説で観衆にアピールする姿が動画に映し出されます。そこへ画面手前から黒いジャージ姿の生徒が登場します。そしてポケットから拳銃のようなものを取り出してお面をした人物に向けます。次の瞬間、安倍元首相に扮した人物が倒れ、それと同時に拍手と大きな歓声が湧き上がります。拡散された動画はだいたいこのような感じでした。あの悲劇的な事件を喜劇的に再現したもののようでした。さらにこの寸劇には別の演出が加えられていました。安倍元首相役が倒れると同時に掲げられた横断幕、そこには2発の銃声で骨まで凍え、海に放出された汚水はさらなる問題を引き起こすだろうと書かれています。
事件とは全く関係のない福島第一原発での処理水放出を持ち出して違反をしたわけです。事実を無視して福島第一原発の処理水放出を批判することも腹立たしいのですが、1年前の衝撃的な事件を引き合いに出して笑い物にするというそのモラルのなさ、そして民度の低さには憤りすら覚えます。このニュースを日本のメディアが報じると、日本のネット上では笑えない、何を考えているのかといった非難の声が上がりました。一方で中国側からは、何が問題なの、歴史的な出来事の単なるデモンストレーションだといった寸劇を擁護する意見が目立っているようです。何が問題なのかがわからない、そういったところに中国による反日教育の恐ろしさを感じます。結局この寸劇の目的が福島第一原発の処理水放出を批判することにあったのか、それとも別の意図があったのかは分かりません。しかしこういったことを笑い飛ばせてしまう中国人の思考は理解しがたいものがあります。皆さんはどう思われますか？ちなみにこの動画は10月に入り中国の SNS 上で拡散され、複数の中国メディアが報じたものの、その後記事は削除されたようです。さすがにこれはまずいだろう。海外の反応を懸念してそんな規制がかかったのかもしれませんね。しかし動画はすでに世界中に拡散されています。今後海外からどのような反応が起こるのでしょうか。3、処理水放出批判に対する海外の反応。今回の件もそうですが、中国国内では様々な趣向を凝らして福島第一原発の処理水放出を批判する動画が拡散されています。明らかに福島ではないどこか不明の海に黒い水が広がっていく様子を撮影した動画、また福島とは関係ない海岸に打ち上げられた大量のイワシの死骸、中には魚が全く並んでいない日本のスーパーを撮影し、日本国内から海産物が消えたなどといったデタラメな動画もあるようです。こういった動画に対して海外の反応は冷ややかなものでした。中国だって放射性物質を含んだ水を海に流しているじゃないかといった正論、ゴジラが生まれてもどうせ中国じゃなくて日本を襲うんだしといった冗談、また中国人はコロナがどこから来たのか忘れているみたいだなとか、これについて愚痴るのは太陽がろうそくに対して熱を出しすぎだって文句を言うようなものだといった皮肉が込められたコメントもあるようです。中国は海外に向けて懸命に日本の行為を非難するよう呼びかけています。しかしそれに応じる国はごくわずかで、ほとんどの人たちは日本の処理水放出を問題視していないように思えます。それはそうですよね。日本は IAEA 国際原子力機関のお墨付きをもらって処理水を海洋放出しているわけですから。4、中国に巻き起こるブーメラン現象、そして矛盾。一方で中国国内では深刻なブーメラン現象が起きているようです。どうやら日本産海産物の禁輸が中国の漁業に大きなダメージを与えているようなのです。どういうことかと言いますと、中国は処理水放出に対して日本の海産物を全面禁輸しています。これは福島エリアの海産物に限ってのことではなく、日本産の海産物すべてについて禁輸措置を取っているのです。でもよく考えてみてください。日本のすべての海産物を禁輸するということは、日本の近海で獲れた海産物が危険であると言っているのと同じです。もちろんそこには中国に比較的近い海域も含まれます。ちょっと賢い人ならば
福島で放出された水が中国側へ漂っていくなどとは思わないでしょう。しかし政府の言うことを鵜呑みにしてしまう思慮の浅い人たちは、日本産のみならず中国国内に水揚げされた海産物も危険だと思ってしまうわけです。日本産の海産物は危険、これが政府の伝えたかったメッセージでした。それなのに、海で獲れたものは全て危険と頭の中で拡大解釈されてしまい、どこで獲れたものであろうと海のものは食べないといった行動を引き起こしてしまったのです。ですから普段は観光客などでにぎわう海産物市場も、今は閑古鳥が鳴いているそうです。漁業関係者は水揚げしても全く売れないので頭を悩ませているようですし、水産物加工業者も仕事がなくて困っています。日本産のホタテが輸入されなくなって困っている人もいるようです。中国では日本産の殻付きホタテを輸入して、殻剥きなどの加工を施して第三国へ輸出しています。それなのに日本産のホタテが入ってこないので、加工に関わる仕事をしている業者の仕事がなくなってしまったのだとか。日本の漁業関係者も大きなダメージを負っていますが、同じように中国の漁業関係者も頭を悩ませているのです。それもこれも政府が余計なことをしたからです。またメディアなどでは、中国人すべてが日本産海産物を嫌っているように報道されていますが、実際はそうではなく、これほど政府が日本を批判しているにもかかわらず、日本へ旅行し日本で寿司などを満喫している中国人もいます。日本へわざわざやってきて日本の海産物を食べるくらい好きなわけですから、中国国内での需要だって表立っては出なくても潜在的にはあるわけです。日本の美味しい海産物を食べたいという欲求は中国人にだってあるのです。そこで日本産の海産物を直接輸入するのではなく、第三国を経由して輸入しようという動きが見え始めているようです。どうやら北海道などでは中国の業者サイドからホタテを輸入させてくれないかといった打診があるといいます。とはいえ禁輸状態ですから直接輸入することはできません。そこでシンガポール経由で輸入してシンガポール産のホタテとして売ろうと目論んでいる業者がいるようなのです。日本産のホタテを食べたい消費者がいる、だけど日本から仕入れることができない、だからシンガポールを経由してホタテを仕入れる、日本産とは言えないのでシンガポール産と言って提供する、矛盾だらけでなんだかわけがわかりませんが、これがまかり通ってしまうのが中国という国なのでしょう。実際に牛海綿状脳症 BSE 問題が起こった時、中国は日本産とアメリカ産の牛肉の輸入禁止措置を取り、その輸入禁止措置は今日まで続いています。輸入禁止措置が続いているわけですから、和牛が中国国内に出回ることはないはずです。しかし松阪牛や神戸牛といった日本産の牛肉をカンボジア経由で輸入し、これはカンボジア産の和牛ですといった意味不明な売り方をしているのです。今回の処理水放出問題について、中国は深いことを考えずに拳を振り上げ、それによって日本を追い込めると思ったのでしょう。しかし海外の反応はいまいち、今は拳の落としどころを探っているといった状況なのかもしれません。国民を煽って海外に同意を求めてはみたものの、さしたる同意を得られず、国内ではブーメラン現象が起こり、冷静な国民はこっそりと日本食を食べる、矛盾だらけの中国、教育によって植え付けた反日思想を政府の思惑で扇動するようなやり方もそろそろ限界に達しているのではないかと思うのですが、皆さんはどのように考えますか？
2023年10月10日に出された声明によりますと、 IAEA は10月16日から23日までの日程で日本を訪問し、福島第一原発の近くの海域で海水や堆積物、それに魚のサンプルを採取すると発表しました。その際に福島第一原発にたまる処理水の放出を強く非難している中国の専門家も参加するそうです。中国はこれまでに日本が信頼できる科学的な説明を行っていないことを考慮し、 IAEA は長期的かつ効果的な国際モニタリングメカニズムを確立しなければならないなどと主張していました。案に IAEA の対応に不満を漏らしていたわけです。今回訪問する調査メンバーには IAEA のスタッフのほか、カナダと中国、それに韓国の専門家も含まれるということです。この調査によって処理水が白と判断された場合、中国はどのようなコメントを残すのでしょうか。それでも黒と言い張るのか、中国の拳の落としどころに注目したいと思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。